はい、皆さんこんにちは、ソルーナの伊藤です。今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、サッカースクールコーチのためのトレーニング講座というですね、まあ講義スタイルでですね、お届けしたいなと思います。まあ指導者のための動画ではあるんですけども、まあ今、お子様が、サッカーやフットサルを習っているという親御さんにとってもですね、スクールコーチがですね、こういった形で、トレーニングを考えている、準備している、またこういった狙いがあるんだということを理解することは、お子様にアドバイスする際にもですね、参考になるかなと思いますので、まあ指導者じゃない方もですね、ぜひ最後までご視聴いただければなと思います。それでは、早速始めていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずですね、トレーニングの中身に入る前に、まあコーチという言葉の由来から入っていきたいなと思うんですけども、まあ説はいくつかあるんですけども、まあ一般的に言われているのは、このコーチっていうのは、まあ馬車という意味だというふうに、考えられます。まあ選手イコール馬って捉えてしまっている指導者はいるんですけども、まあこうするとまあ無知を使ってしまいがちなんですが、まあ本来の意味としてはですね、目的地まで導くということなんですね。つまりですね、まあ馬ではなく馬車の中の乗客が選手と考える方が、適しているかなと思います。まあ、その乗客をね、いかに目的地まで、まあ、気持ちよく送り届けることができるかというのが、まあ、この馬車の役目なんですけども、まあ、行き先っていうのは普通はね、乗客が決めるものではあるんですが、ただですね、このサッカースクールに通う子供たちというのは、まあ、目的地までの道のりを、知りません。つまりですね、指導者が正しくその目的地まで導く必要があるということを、まず理解した上で、進めていきたいなと思います。はい。まあ、スクールコーチとはということなんですけども、まずはですね、スクールの指導の3原則というのがあります。こちらをね、先にお伝えしたいなと思います。まずは安全ですね。まあ、これは当然のことなんですけど、まあ、ただスポーツで 100% 怪我をさせないというのはなかなか難しいことかなとは思います。だけどですね、まあ、安全じゃなければね、スポーツはできませんし、まあ、スクールをするのも難しいかなと思います。まあ、安全にトレーニングを行うということは、まあ、必須かなと思います。そして次はですね、楽しめる。まあ、これも当然のことなんですが、まあ、参加者が、楽しめること。まあ、年齢に差がある場合でもですね、まあ、簡単すぎてもダメだし、あと難しすぎてもダメ。まあ、頑張ればなんとか、目標を達成できるかなという、その可能なレベル設定にするっていうことが、大事になってきます。そして最後がですね、褒められる。まあ、褒めることができるかどうかですね。まあ、子供たちを褒める回数が、まあ、増えるトレーニングを用意することっていうのも、すごく、選手にとって大事なことです。まあ、つまりですね、まあ、成功体験の回数が増えることっていうのが必要です。まあ、そのためには、まあ、do の確保といって、まあ、プレイする機会をですね、多く作ることっていうことが大切になってきます。ではスクールコーチは、まあ、クラブチームの指導と何が違うかということなんですが、まあ、これはですね、まあ、本当僕の考えなので、これが絶対正解ではないんですけども、まあ、スクールコーチのよくある悩みというのがあるので、これをいくつかちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、例えばですね、まあ、毎週新しいトレーニングを準備するということが必要になってきます。参加している子供たちはですね、スクールの場合は、習い事の一環として、まあ、サッカーをしている比率が高いんですよね。で、まあ、みんながみんな、Jリーガーとか、海外のプロチームに入りたいとか、そういった目標で、サッカーを始めているわけではなくですね、まあ、近所の友達がやってるからとか、まあ、体力づくりの一環でとか、まあ、そういった、まあ、理由でですね、スクールに通っている子が、多いかなと思います。そのためですね、まあ、毎週同じトレーニングを行っていくと、まあ、飽きてしまって、まあ、短期間でまあサッカー自体をやめちゃうっていうこともあり得るんですね。そして、まあ、これもスクールによって違いはあるかなと思うんですけども、小学1年生から6年生がこう同じグループとしてまあ練習しなければならないという環境も存在します。まあ、クラブチームの場合は、まあ、年齢のによって、まあ、クラス分けが行われる可能性は高いんですが、まあ、スクールの場合はね、そうじゃないところもたくさんあるんですね。まあ、そのため、まあ、1年生が楽しめて、まあ、6年生も満足できる、そういったトレーニングを、準備しなければならないことがあります。そして、まあ、勝ちにこだわるチーム作りができない。
まあこれスポーツなので、まあ、勝ち負けがつく競技ではあるんですけども、まあ、その勝ち負けを重視してはいけないという、まあ、コンセプトのもと、指導しなければいけないチーム、まあ、スクールっていうのは、日本にもたくさん存在します。まあ、スポーツなのに結果を求めてはいけない、だけど、まあ、上達はさせないといけないというね、こういう矛盾が発生しているんですけども、まあ、こういった中で、トレーニングを準備していくっていうのがすごく、難しい。これが、まあ、スクールコーチの、大きな特徴かなというふうに考えられます。まあ、そのためですね、まあ、トレーニングをどうやって作っていくかっていうことを、どうしても、若い指導者はですね、悩んでいるかなというふうに考えられますので、まあ、その辺を解決できるような、お話をこの後していきたいなと思っております。はい、トレーニングの作り方についてなんですが、まず根本的なところで理解しておかないといけないのは、なぜ子どもたちはサッカーを理解できないのかというお話です。まあ、これにですね、まあ、僕はよく例えで話するのが、まずジグゾーパズルをイメージしてみてほしいかなと思います。そしてですね、この子どもたちはその完成の絵を知らない状態で今組み立てているんですね。でしかもですね、そのピースがすべて、白紙のパズルです。これかなり難易度高いですよね。すごく難しいものなんですが、まあ、こういった、白紙のパズルで、完成が、絵が浮かんでいない、そういった選手たちが、今、パズルを完成させようとしているというのをちょっとイメージしてほしいです。つまりですね、まあ、子どもたちはさ、まあ、サッカーでいう、まあ、完成図を知らない状態で、まあ、サッカーを習っているということなんですね。となるとですね、まあ、指導者にとって必要なのは何か分かりますよね。まずはですね、子どもたちにその完成した絵を見せるということなんです。でこのトレーニングが、まあ、何のために行い、そして、まあ、試合のどの場面を想定して、切り取られているものなのかということをですね、まあ、明確に落とし込んでいく必要があります。でコーチがですね、その部分を、まあ、考えて作っていないトレーニングメニューっていうのは、まあ、どんなに楽しくてもですね、それはサッカーにつながることは、ありません。ではここからですね、サッカーを学ぶには、まあ、何人必要かということです。例えば一人だったら何ができるかというと、まあ、一人の場合はこれドリブルしかできません。ただ、二人集まれば、二人だとパスが可能になります。まあ、もちろんこのグループとしてはね、最小グループになりますね。そして3人いると三角形が作れます。まあ、ただし、幅か深さに限定される。そして4人集まると幅と深さを同時に作れる。つまり形がですね、三角形からひし形に変わるということです。となるとですね、まあ、4名集まることで初めてサッカーの形ができるということです。ですので、ね、サッカーを始めた子には、この1名から4名のこの順序で学んでいくっていうのが、まあ、スムーズかなというふうに考えられます。幅と深さについてなんですが、サッカーをまあ普段、あまり知らない方、見られない方のためにこう図で表すと、まあ、幅っていうのはこの左の図ですね。そして深さっていうのはこの右の図になります。でこれを理解させると、まあ、サッカーに近づくんですね。まあ、つまり、まあ、3人だと、まあ、この幅だけか、まあ、深さだけしか作ることはできないんですが、まあ、4人集まるとこれがまあ形がひし形になるのはイメージつくかなと思いますが、そうすることによって、まあ、サッカーの戦術っていうのが、活かしていけるということになります。でこれを理解すると、じゃあ指導者はどうしようって考えるかというと、まあ、ポゼッショントレーニングをさせようというふうに、動きがちなんですが、ただこれはですね、実は違ってですね、まあ、ポゼッショントレーニングをまあ優先しないということが、最初は大事です。やはりですね、止める蹴るができてこそポゼッションが生きてくるということを理解しておいてください。まあ、よくまあ僕が以前にスペイン人コーチと、まあ全国のチームを回って、このイベントで、いろんなチームの指導に行ったことがあるんですが、どうしても日本の指導者っていうのは、まあ、このポゼッショントレーニングをしたがるんですよね。でそもそも止める蹴るができていなかったら、やはりこのポゼッションが本当に生きてこないですね。まあ、例えばロンド、まあ、鳥かごをイメージしてもらったら分かるかなと思うんですけど、まあ、4対1の、ロンドをした場合に、まあ、パスミスとかトラップミスで、切れてしまうということが多いと、やはりトレーニングの中身としてはですね、ちょっと狙いとは違ってくるんですよね。
ですので、やはり基礎っていうのをまずは身につけていくことが大切かなと思います。はい、そしてですね、ここでから個人スキルを身につけるということなんですが、まずこのドリブル、そしてキック、そしてトラップですね、まあ、いわゆる運ぶ、蹴る、止めるというこの3つの基礎ですね、ここの基礎の向上っていうのは必ず必要になってきます。そのために行うのがこのアナリティックトレーニングというものです。どういったものかというと、相手がいない状態で技術やフィジカルといったプレーの中で起こる現象をこう切り取って行うトレーニングのことなんですけども、同じ動作をこう反復してですね行うため、技術の習得や導入には適しているものになります。ただし、こう判断の要素というのはすごく少ないので、本当基礎練習の反復練習だというふうに考えてください。どういったものがあるかっていうのをちょっと動画で見ていきましょう。はい、これはですね、まず、ドリブル、真ん中に、ちょっと黒いマーカーが見えるかなと思うんですけど、ただそこに向かっていって、かわすっていうだけのものです。フェイントを入れながら、かわす。ここに人を立たせるのではなくてですね、アナリティックトレーニングでは、相手を置かない。ということがポイントになってきます。つまり自分のペースでですね、トレーニングを行っていきます。これはランダムに置いたコーンやマーカーをかわしていくというものになります。ここもね、あまり判断の要素ではなく、ひたすらですね、順番来たら繰り返してドリブルをしていくということですね。人数が多い場合ですね、やっぱり列を並べてしまうと、プレーの機会というのはすごく減ってしまいますので、人数が多いところでは、こういった感じで2人につきマーカー1個を置いてですね、ドリブルをするというやり方もあります。やはりこの反復練習なので、数をこなすっていうのはすごく大事になってきますので、10人ぐらいが列並んで、ボールを触る機会が減ってしまうとですね、あまり意味はないのかなというふうに思います。はい、そしてですね、このパスですね、止めて蹴るの、繰り返しです。ルールはですね、単純なものなんですけど、タッチ制限、2タッチで出すとか、ダイレクトで出すとかっていうところで、ちょっと難易度を上げたりとかできるかなと思うんですけども、こういった、基礎練習ですね、ウォーミングアップなんかでですね、こういったトレーニングは、取り入れていったりはしております。そしてボールを2個にすると、やはり見る判断ですね、もちろんボールを当てないとか、自分と関係ないボールの方を追ってしまったらですね、トラップミスなど起きてしまいますので、常にですね、自分のプレーをするボールを意識しながら、そして周りの人動きをですね、見ながら行っていきます。こうなってくると少しですね、判断の要素が出てくるんですが、ただこれは相手はいないので、ミスが起きるとしたら、自分のミスしかないですよね。ボールは取られることはありません。そして次は、こういった、ダイレクトでですね、リターンしていくという、トレーニングです。これはレアル・マドリードで、行っている、育成年代からトップチームまで行っているトレーニングではあるんですが、これも本当反復練習ですね。で、そしてフィジカルの要素も、入ってますので、とにかくサボらずですね、繰り返して、特に移動の部分ですね、ここを徹底して、行っていくというのが大事になってきます。はい、ということで、今のがアナリティックトレーニングの、一例にはなります。そしてそのアナリティックトレーニングの指導で気をつけてほしい点なんですけど、まず動画の中でも話しましたけど、まず待ち時間は長くないのかということです。こういうドリルワークのトレーニングをした時に、列を作ることっていうのはよくあるかなと思うんですけども、季節によって、例えば夏場とかだったらちょっと休憩時間を与えるという意味で、あえて、ちょっと列を作らすっていうことも大事になるんですけども、これからのね、季節、冬場とかだったらできるだけボールに触れる機会というのが増えるようにしてほしいので、その人数調整、グループ分けですね、っていうところは、意識して行ってほしいかなと思います。はい、そして次、ここから発展していく、次がグローバルトレーニングというものです。どういうものかというと、
まあ、相手がいる状態で、まあ、ゴールはつけずに行うトレーニングのことです。まあ、チームとして取り組みたい戦術とかですね、意識づけしたいプレーが、まあ、多く起こりやすい、そんな、シチュエーションをですね、作り出せる人数、サイズ、まあ、ルール設定するっていうことが、重要なポイントとなります。まあ、こちらもちょっと動画をね、見ながら、解説していきたいなと思います。まあ、これは、2対1のトレーニングです。パスを出した選手がですね、ディフェンスに残る。で、反対側の、待機している2人、どちらかに、まあ、パスを送れば、というのが目的となっております。まあ、ここで、まあ、2対1なので、まあ、ドリブルの突破だけではなく、まあ、パスという選択肢が出てくる。そして、まあ、相手がいるので、まあ、その相手の逆をつくとか、まあ、味方を利用するっていうような、そういった判断の要素がですね、入ってくるトレーニングになります。まあ、さっきのアナリティックトレーニングとは、まあ、ちょっと明らかに違うなっていうのは、まあ、動画見ても分かるかなと思うんですけども、はい、これもまた別のトレーニングですね。これは、1対4、オフェンスが1のディフェンスが4という、まあ、かなり、まあ、数的不利な状況でオフェンスがスタートするんですが、まあ、四隅から、ディフェンスが一気に寄せてくるので、まあ、そのどこかからグリッドを突破して脱出するというような、トレーニングになります。まあ、これもね、あの判断力、まあ、ディフェンスが遅れてくるところとか、その穴を見つけるっていうことですね。で、ディフェンスが奪った場合は、まあ、パスを、まあ、決められた回数回して、そしてそのグリッドが出ることで、ディフェンスの勝利というふうなルール設定にしています。はい、これは、オーバーラップを意識した、トレーニングになります。ボールを預けたらね、その外側を回っていくと。そうすることによって、まあ、この3対3、同数のところの、ディフェンスの、ズレを作っていくというトレーニングになります。はい。まあ、ここでまあ、何話してるかというと、まあ、このオーバーラップした選手を必ずまあ使う必要はないよっていう話をしてますね。これを利用して逆を取ることで、逆側でまあ2対1の状況を作り出すことができるということです。はい、今逆を取って、まあ、ちょっとパスがずれてしまったんですけども、右サイドからですね、攻めることができました。はい。このゴールはまあないんですけど、まあこういった形で、試合に近い状況をですね、作り出すことができる。まあこれがですね、グローバルトレーニングというものになってきます。まあどういった時に修正するのかというお話なんですが、まあトレーニングしてたら絶対ね、うまくいかないことってあると思うんですね。で、指導者が準備をしていた、まあ、イメージ。これがね、できてるかどうかですね。このイメージしていた現象が出ているかどうかっていうところが、まず、修正するかどうかの基準になってくると思います。そして、もし、うまくいってない部分があったら、まず何を考えるかというと、まあ、難しくするのか、まあ、簡単にするのかということですね。はい。で、ここでですね、トレーニング修正の原則というものがあります。まあ、トレーニングがうまく回らないときですね、まあ、難易度調整の仕組みというのがあります。まあ、いくつかのパターンがあって、まあ、どれを選ぶかの話になってくるので、まあ、ここを理解しておけば、修正することはそんなに難しくないかなと思います。まず人数ですね。まあ、オフェンスの人数を増やしたりとか、まあ、ディフェンスの人数を減らすことで、難易度というのは絶対変えれますよね。ただし、まあ、フォーカスしたいテーマがブレていないかということを、まあ、意識しておかなければ、なりません。そして次、タッチ数ですね。まあ、ボールタッチの、数。タッチ数を限定していく。例えばディフェンスが、まあ、ボールが奪えてないなっていう時は、まあ、オフェンスチームは、2タッチ以下でプレーさせるとか、まあ、リターンパスの禁止など、そういった制限をつけていきます。まあ、ちょっと複雑にして、例えばダイレクトと2タッチを必ず交互で行うような、トレーニングすると、まあ、オフェンスはもちろん、ディフェンスもどちらもですね、こう判断の要素が出てきて、まあ、戦術的な効果が高いかなと思います。そしてピッチサイズですね。まあ、グリッドを広くする、もしくはまあ狭くすることで難易度が変わります。
また、縦長にしたり、幅を広げるという、こう形を変えることでも、効果的であるということを、理解しておいてください。ただトレーニングを通してね、何を引き出させたいのかということを、指導者自身が明確にしていく必要があります。そのことについてですね、ちょっと次の、イラストを見ながらですね、ちょっとお伝えしたいんですけども、例えばこういった、これフットサルコートの4分の1を使って、4対3の、ポゼッショントレーニングをしている絵になります。青がオフェンスで赤がディフェンスですね。で4対3でやっています。テーマとしては、マークを外して、パスをもらうということで、今これをトレーニングを行っていると思ってください。そうするとですね、このフットサルコートの4分の1のサイズ感ではですね、この数的優位とか数的不利っていうのが、そこまで影響が出ないんですよね。そうなると何が起きるかというと、これ単純に小学生でもわかる引き算なんですが、オフェンス4人でディフェンス3人ということなんで、ボール持ってる選手に1人プレッシャーかけますよね。そうすると、オフェンス3枚余ってるところにディフェンスが2人入る。となると、必ず1人、空いている味方がですね、存在するわけですね。そうなると、マークを外してパスをもらうというテーマをしている割には、ただこのマークが浮いた選手がパスを受けるだけのトレーニングになってしまいがちなんですね。ですので、もしマークを外すという意識を持たせたいなら、これ4対3ではなく、同数、例えば3対3であったり、4対4にすることによって、自分のマークからフェイクを入れてこう外して受けたりとか、選手同士がこうスイッチ入れ替わる際にですね、このブロックをして、片方の選手をフリーにさせるなど、そういった工夫が、出てくるのかなと思います。そしてグリッドのサイズを変えるというのはこういうことですね。例えばそれを 1.5 倍であったりとか、4倍にするとか、こういった形で、サイズを変えていきます。ただここでも気をつけてほしいのは、広くなったからといって、最初にあった4分の1のサイズと同じプレーが出る。例えば、ショートパス。このショートパスばかりを使ったり、スペースができたからといって、ちょっとドリブル、足が速い選手がそのスペースを逃げ回って、ボールポゼッションを行っていくとなってしまうと、最初のテーマである、マークを外してもらうというところと、ちょっと意図がずれてきますよね。そうならないように、ちょっと注意をしてほしいです。で、その場合にですね、修正するポイントをどうするか。例えばですね、ディフェンスチームを疲れさせるにはどうしたらいいかなというような、こう発問をするだけでですね、子供たちのプレーが修正できることもあるということを、理解しておきましょう。そして次、実践ですね。ここが、インテグラルトレーニングと言います。これは本当試合に近い状況で、技術、戦術、フィジカル、あとメンタルですね。その総合的な要素が含まれています。で、相手も、そしてゴールもつけて行うため、本当試合に近い状況となります。本当実践的な、トレーニングと言えるかなと思います。で、試合に近いトレーニングってなると、あんまりなんかルール設定が難しいかなって思いがちなんですが、ちょっとしたことを、限定するだけでですね、選手たちは考えて行うことができます。例えば、シュートを必ず逆足で打つとか、シュートは味方からパスをもらって、ダイレクトでシュートしようとか、ハーフウェイラインをこうドリブルで、越すことはできない。パスをもらって、ハーフウェイラインを抜けなければいけない。もしくは、タッチ数の制限であったり、ピッチを縦長じゃなく横長で作る。ゴールを2つ設置するとか、こういったいろんなパターンがあるかなと思います。スクールでもですね、トレーニングの最後には、試合で、締めくくるかなとは思うんですけども、ただ、チームをこう、2つに分けて紅白戦するだけではね、もったいないので、たまにはこういったね、何かルールを決めて、試合を行うっていうのも、子供たちのアイデアとか、を引き出す、すごく大事なことになってきますので、ちょっと試してほしいかなと思います。じゃあちょっと映像の方をですね、ちょっと見てもらいましょう。はい、このトレーニングちょっと複雑なんですけど、全員でこれビブス持ってます。で、キーパーはなしで、今5対5なんですが、オフェンスチームはボールを触ったら、ビブスを、ピッチ上に落とす。
つまり、まあ、手から離すわけですね。で、この5人なので、一応4人がビブスを離したらシュートが打てるというルール設定にしてます。でもしボールを奪われた場合はですね、ビブスを拾いに行ってからしかディフェンスに参加することはできないというルール設定です。で今赤チームがボールを持っているので、赤チームはまずビブスを持っている選手を、外したいので、その選手にこう渡していって、4人っていうね、設定を、まあ、クリアしようというふうにパス回しを今しています。そして今、まあ、ちょっとボール失ったので次緑から、スタートですね。なのでビブスを落としてた赤の選手は今、まあ、先に拾いに行ってそこからディフェンスに今入っていってます。はい、で今、ここで今赤チーム奪ったので、はい、緑チームはビブスを回収してプレッシャーかけに行ってます。まあ、この練習も、まあ、年齢によっては、まあ、全員ビブスを落としたらシュートを打てるとか、まあ、5人中3人とか、人数の変えることによって難易度は大きく変わるかなと思います。まあ、今回キーパーつけてないですけど、まあ、これキーパーをつけて行うことも可能です。はい、赤チーム今ビブスが落ちたのでシュート狙いに行きました。ただちょっとシュートね、今これ枠から外れてたので、まあ、ゴールにはなりませんでした。まあ、こういった、トレーニングのルール設定を、行うことでですね、また、子供たちの、考え方っていうところをですね、アイデアを引き出すこともできるかなと思います。はい。で、まあ、3つのトレーニングをね、見てもらったんですが、まずアナリティックトレーニング、そして、グローバルトレーニング、そして最後、今見てもらったのが、インテグラルトレーニングというこの3つです。で、別にこの必ずこの順番で、進めていきましょうということではないんですけども、おそらく、基本的にこのトレーニングの組み立て方になるかなとは思います。そして、まあ、それぞれの、まあ、トレーニングの、まあ、簡単に、説明すると、アナリティックトレーニングはスキルを身につけるもの。そしてグローバルトレーニングは、まあ、判断を身につけるもの。そしてインテグラルトレーニングっていうのはその総合的なものになるので、まあ、試合に近づけるということになってきます。ただですね、これスクールに来ている子っていうのはこの反復練習になるので、このアナリティックトレーニングっていうのはゲーム性というのが全くないんですよね。なので、まあ、あまり面白くない練習だなっていうふうに感じてしまうかなと思います。そしてグローバルトレーニングは、まあ、スキルの差がですね、激しく、意図した現象が起こりづらい。まあ、例えば学年がすごく差があったりとか実力差が大きく、広がっていることが、まあ、スクールの中では、あり得るかなと思うんですが、その場合ですね、ちょっとね、指導者が狙ったことと違う部分、例えば、まあ、基本的な、パスミスとか、トラップミスでですね、その、意図した狙いが起きる前に、ボールの失ってしまうということが多分増えるかなと思います。そして、まあ、インテグラルトレーニング、これはもう試合の実践に近いものなんですが、まあ、冒頭にお話しした通り、スクールにはですね、別にサッカーが上手くなりたくて来てる子だけじゃないんですよね。そうなるとですね、やっぱりチームとして強くなるっていうのが、まずそもそも目的でない場合があるので、そうなってくると、このインテグラルトレーニングの、メニューを作っていくっていうところも少し難しいのかなというふうに思います。はい、そうなるとですね、まあ、この3つのトレーニング以外にももう一つトレーニングを追加していった方がスクールではいいかなというふうに考えるんですけども、それがですね、この遊びの要素が含まれたトレーニングです。はい、トレーニングのね、組み立て方として遊びの要素を入れるっていうと、どうしても、まあ、サッカーをバリバリやってきた指導者の方とかはですね、まあ、ちょっとメニューを作るのがですね、ちょっと苦手になりがちで、このサッカーにすごいこだわりすぎてしまって、こう、視点がですね、一方からしか見えてないことって多いんですよね。で、そうなると、なかなかね、柔軟な、メニューの作り方っていうのは難しいと思いますので、そういった固定概念はまず取っ払ってですね、まあ、違う角度から考えてみましょう。ということで、まあ、サッカーで何を足すかっていうことなんですが、まあ、これ遊びを足してください。例えば皆さんが子供の頃に遊んだ、まあ、〇〇ごっこってあるかと思うんですけど、それにボールをつけるだけでも、この立派なトレーニングになるということなんですね。まあ、例えば、まあ、これ、まあ、一般的なもので言うと、
まあ、鬼ごっこ。知らない方いないと思いますが、この鬼ごっこにボールをつける。これだけでもね、トレーニングになります。これは多分指導者の方でね、やったことあるかなと思うんですけど、まあ、オフェンスチームがドリブルをしながら逃げる。そしてディフェンスチーム、鬼ですね。鬼は、まあ、その、逃げる選手をタッチする。もしくは、まあ、ボールを奪うことによって、こう、鬼が交代できるという、すごくシンプルなルールです。まあ、これだけでも、まあ、ドリブルの、テクニックというのは向上していきますよね。またそこに、まあ、ドリブルだけではなくてですね、キックの要素を入れたいとなった場合はですね、例えば、こう、半分の選手はボールを持ってドリブルで逃げる。そして、鬼はボールを持っていない選手を捕まえる。で、ボールを持っている選手は、追いかけられることはないんですが、まあ、味方を助けるために動く。まあ、つまりですね、逃げていって捕まりそうな選手に対して、ピンチの選手がいたら、パスを出してあげることで、助けることができる。まあ、こうすることによって、まあ、ドリブルの要素プラス、まあ、パス、ボールの出し手と受け手というのが生まれますよね。まあ、そうすると少し、まあ、またサッカーに近づき、ことができるトレーニングになるかなと思います。まあ、次にですね、まあ、こういった、グリッドの配置をしてですね、まあ、これはまあ田んぼという遊びが元となったトレーニングなんですが、まあ、鬼に捕まらないようにこう別のグリッドに移動を繰り返していくというものです。まあ、これもですね、キックの要素を追加するのでしたら、まあ、ボールの個数を減らして、ボールがない選手は走って移動する。ボールがある選手は、ドリブルでこのグリッド間を移動していく。そして、まあ、グリッド間でのパス回しも、追加していくと、キックとドリブルの要素2つを、スキルをですね、伸ばすことができます。まあ、これちょっと動画でね、簡単に見てみましょう。はい、まあ、ビブス持っている選手が今2人いるんですけど、まあ、この中央の2人が、ディフェンス、鬼ですね。で、これは今はボールが全員ない状態。まあ、これはもうルールを理解させるために、最初に行っているものです。タッチされたら、まあ、ビブスを渡して鬼が交代ですね。で、次にボールが半分だけあります。で、ボールを持っている選手が、移動すると、まあ、ポイントが入るというようなルール設定にしてます。そして、まあ、ゴールをしたら、違う選手にパスを出して、違う選手がまたドリブルをチャレンジしていくというふうな、内容になります。ディフェンスからしても、目でね、ボールだけ追うのではなくですね、ドリブルで出てきた選手を捕まえに行くという判断の要素も、出てくるトレーニングになります。はい、この遊ばせてうまくするっていうのがですね、このスクールコーチには必要かなと思うんですけども、まあ、これは僕よく例えで言うんですけど、まあ、カンフー映画、まあ、ジャッキー・チェンとかイメージしてもらったらわかりやすいかなと思うんですけど、まあ、強くなりたいから、まあ、カンフーをね、すごく偉い師匠に習いに行くんですけど、全くカンフーを教えてもらえないんですよね。で、まあ、掃除をしたりとか、こう、服をね、脱いだり着たりだけをさせられる。で、いつになったらカンフーを教えてもらえるんだって思って、いざ敵と戦ったら、まあ、こう、いつの間にかね、そのカンフーの型を覚えていて、強くなっているっていうようなシーンがね、このカンフー映画でよくあるんですけども、まあ、僕はこれがサッカースクールでは結構理想かなと思ってます。まあ、ボールを使って遊んでいたら、まあ、いつの間にかサッカースキルが自然と身についていて、うまくなっていたっていうのがですね、こういったのがスクールコーチのメソッドとして必要じゃないかなというふうに考えます。まあ、そのためにはですね、この選手を知るっていうことがすごく大事になります。つまり、まあ、気づきの目を持つ。選手、まあ、チームでですね、まあ、何ができていないのかをこう指導者が理解していなければ、このいいトレーニングを提供することっていうのはできません。まあ、日々の練習からですね、この気づきの目を持って、取り組んでいってほしいかなと思います。はい、ここからですね、最後まとめに入っていくんですけども、まずですね、トレーニングを5個しか知らないコーチと50個知っているコーチではですね、まあ、当然ながら、まあ、後者の方がこうより良いトレーニングをできるっていうことは、間違いないですよね。ただ、トレーニングメニューというのは今ね、本や YouTube でこういくらでもね、探せる時代なんです。じゃあそうなると、メニューの数というのはいくらでも手に入るというのが今の時代なんですけど、では、まあ、誰もがじゃあ優秀なコーチになれるのかっていうと、まあ、そんなことはないんですよね。
で、まあ、なぜならば、いくらトレーニングのメニューが、手に入ったとしてもですね、まあ、練習当日に、まあ、欠席者が出て、こう予定より参加者が少なくなったりとか、まあ、ゴールキーパーがいないとか、まあ、ゴールが使えない、まあ、ピッチが広く取れない、まあ、ボールの数が限られているとか、こう様々な状況が起きる場合も考えられます。で、その際にこうスムーズに対応するために、まあ、必要なのがこうトレーニングエラーを修正する力です。で、必要なのはやはりトレーニングを作る力ではなくてですね、まあ、トレーニングってどんなに念入りに作成したとしてもこう思い通りにいかなくなることって絶対あるんですよね。で、これはまあ対象年齢が、下がれば下がるほど、明らかに起きやすくなります。だからこそ、こう必要なのはね、修正する力になってきます。そのために、まず一番最初に考えないといけないのは、まあ、このトレーニングで何にフォーカスするかっていう、この指導のテーマを、まあ、明確にしておくことになります。そして、それがうまく起きてないなっていうことに気づいたのだったら、まあ、簡単にするか、まあ、難しくするかですよね。ここの選択肢になるかなと思います。修正のポイントは、この人数であったり、タッチ数の制限、そして、まあ、ピッチサイズの変更などで、修正ができるということです。そしてトレーニングにはね、この3つの種類があって、まあ、アナリティックトレーニング、そして、グローバルトレーニング、そして、インテグラルトレーニング、これここに、3つに大きく分かれております。まあ、右に行くほどで、修正の方法っていうのはたくさんあるということなんです。もう紅白戦だったら、まあ、ルールを少し変えるだけでも修正することが可能だったりします。ただ、アナリティックトレーニング、まあ、反復練習ですね。例えば、コーンを等間隔に置いた、まあ、ドリブルのトレーニング、まあ、すごくベタなトレーニングになるかなと思うんですけど、それがうまくできない子がいた場合に、どうしていくか、まあ、修正の方法ですよね。もうこれコーンの間隔を広くするっていうことがまず最初にするかなと思うんですけども、まあ、それでもうまくドリブルができずに、まあ、コーンにぶつかってしまう。そうなるとどうするか。もうコーンをなくすしかないですよね。もう人とボールのだけになって、ピッチ上どこにドリブルしてもいいよというトレーニングに変わるかなと思います。まあ、つまりですね、アナリティックトレーニングになると、まあ、シンプルな練習だからこそ、まあ、修正自体もすごくシンプルになるということです。そしてまあ複雑な練習をすると、修正も複雑になっていくということを、知っておいてください。はい、ここまでね、いろんな、お話をしたんですけども、ただですね、このトレーニングにね、正解というものはありません。まあ、ここが指導者にとってすごく難しい部分でもあるんですが、まあ、その分このやりがいが、そこがやりがいでもあるという言えるかなと思います。まあ、トレーニングをデザインするには、このスクールの理念、そして方向性などをね、理解しておかなければ、いいものは作れません。まあ、スクールのコンセプトをですね、理解した上でですね、トレーニングを考えるようにしてください。まあ、だからこそね、ただ真似をするだけじゃなくてですね、この自分の考えっていうのも、確立していくことですごく大事になってくるかなと思います。今回ですね、まあ、お話ししたトレーニングの考え方について、全て取り入れてくださいというつもりはありません。皆さんの指導の経験値をね、上げながら、ご自身のこのメソッドっていうのを、確立していくことを、目指していただければいいかなと思います。はい、まあ、今回の動画は、この若い指導者で、この日々のトレーニングについてですね、悩んでいる人が多いという声を聞いて、こう今回制作しました。ですのでね、この動画を見て、こう一人でも多くの指導者の方の、参考になっていただければ、幸いです。